今日は昨日の OP で話し合った中の先生がおっしゃった望みは何だっていうことですね、うん、自我ではなくて真の自分が望むっていうこと、うん、はい、これはすごく重要なことだと思うし、うん、本質だよね。やっぱりなかなか来たもの、おたみさんが、うん、昨日の話の流れの中から何を真に望んでいるかっていうことをもそうだし、みんながそれぞれの望みを確認し合うっていうと、うん、変なやつが、うん、やっぱり時々そうね、うんうん、特にちょっと見てて誰かがおかしいな、うん、それに気づいた人が、うん、この人のを戻すなんか一つのきっかけっていうか、うん、なるんじゃないかなと思うんですけど、うん、どうですか。時々こうやって本当にあなたは何を求めてますかっていうのを先生はよく望みは聞かれるんだけれども、やっぱり時々こうやってこうそれぞれがちょっと揺れ動いた時なんかに確認し合った方がいいですね。そうするとまた自分の中のこともから外に向けての意識も広がるだろうし、うん、でそれは道のものとして最終的な、まあ、ゴール神の国に行く到来を望むっていうことも、うん、そうなんですけど、日常の中でもやっぱ思い出すのはセラが亡くなる前にの時の OP でこれから2人の、まあ、問いとしては先生からの問いとしてはその望みっていうことだったかどうかちょっと自分、ごめんなさい、ちょっと覚えてないんですけど、でも二人でとしての、ね、もちろんみんなか、例えば家庭の中でも旦那さんともそうだし子供さんともそうなんだけど、この世においてもそれは十分ね、パッとで話せるように、うん、だもんね、例えば相手の人が、ね、旦那さんが、奥さんが意識してなくても、それは自分からそう、自分はこうなんだっていうことを話して、十分それでも、うん、生かすことができるのかなっていうのはすごく昨日聞いてて、ね、思ったので、どうですか、その辺は、例えば旦那さんと。というかね、この世から、というよりはこの道においてここに教会にいて先生イエス様の教えを聞いたそこから普段の生活のところの望みを考えるっていうことをしていかないと、例えば何だろうな、でもその例えばと言われるとあれだけど、でも時々そんなことを思うのね。今のこの2人だけの生活が穏便で何ていうのか穏やかに過ごしてれば それが一番いいなとは思うんだけれども、でもその根底にはこの道からの思いっていうのかな、穏やかさって言っても何か違うような気がするのね。こう具体的にどうのこうのは言えないけれども、この間はおたみさんが娘さんの幸せとか彼女が幸せであればいいっていう、その幸せであればいいっていうところの、それがこの世においてのなんかこの道、神の国、イエス様のいるところの幸せっていうのでは全然違うじゃない。その辺のところのこうなんていうのかな、視点が変わっちゃうと違っちゃわない、うんうん、っていうか、そこはちょっともうちょっと具体例が出ないと分かんないですけど、うんうん、でも
例えば奥さんなり旦那さんなりか、うん、まあ、子供さんでもそうだけど、うんうん、まあ、自分も子供に対してもそうなんだけど、うんうん、あ、その人たちが知らなくても道のことを、うん、はい、自分が道のものとしてのっていうその望みであり、うん、教えでありっていうのを学び、うん、それを、うん、教えを守っていくっていうか実践していくっていうかあれば、それは自然と周りにとか相手にも、うん、伝わるっていうか、自分がまずそのまで、うん、相手運じゃなくて、それはいろんな、うん、他者はいないとかそういうこともあるんだろうけど、でも自分が道の者としての教えを見沿っていくっていうか、うん、なればまずそこだよね、うんうん、どうしても自我が出てくるっていうか、うん、そういうことの、なんていうのかな、目の前、まあ、やっぱりあの自分もだし相手もあの一番幸せであってほしいし、あの穏やかであってほしいと思うのは一緒なんだけれども、この世においての穏やかさと、それから神の国、イエス様の世界にいての穏やかさがは質的に違うと思うじゃん。で、それを望む時にここで幸せならいいっていうとこじゃないと思うのね。うん、その辺がちょっと何ともあの漠然とした感じなんだけれども、それをこの世の視点で見ちゃうと違ってきちゃうから。でもいつもはそんななかなか思いもあのそこまでいけないけども、その視点を忘れないでいるっていうのは大事じゃないかなと思うんじゃんね、うん、子供があの今目の前で元気ならそれでいいっていうのではない感じだとか、やっぱりそこはやっぱりちょっと高い位置に自分が、うん、から見ないとっていうか、うん、それを繰り返し自分の望みを思い出して、うん、まず、うん、少しでも高いところから見れるように、うん、ここにべったりくっついて見るばかりじゃなくて、うん、今日、うん、そうだね、それと今話してて思ったのは、うん、目の前のこの子がとかが幸せだらえいって思うんだけども、あの今の見方、生まれてから亡くな先の未来までを通して今を見るっていう、あの視点をこうやっぱりあの忘れちゃうけど、そこをこう思い出して、その子のここを見るときにこう両方のところを見た今を見ていかないと、子供に対しては特にその辺は大事だなってなんかちょっと思いました、はい、うん、そこも忘れがちになるので、そうそうそう、ちょっとその辺も自分も子供を見るときは、うん、ちょっとそこも忘れないようにしたい、大事だもんね、はいはい、こんなところで今日は終わっときます。じゃあありがとうございました。